何してんの？なんでいるんですか？今日取材しに来たよ。あ、今日たまたま一緒？そうです、多分。じゃあ行こうか。はい。レッツゴー。こんにちは。こんにちは。はい、本日は、我が社の顧問税理士をやってくださっている税理士法人 ASC の斉藤先生と宇野澤先生にお越しいただいてます。本日はどうもよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、簡単にでいいのね、お二人あの自己紹介いただいてもよろしいでしょうか。はい、どうぞ。税理士法人 ASC の斉藤と申します。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。宇野澤と申します。まあ、斉藤は7年目、私9年目くらいの経歴なので、まあまあまあ頑張って、まあ、7年間一緒に働いてらっしゃる。そうです、一緒にあの7年間ね。そうですね、いいことも悪いことも厳しく指導されながら、優しく優しく気持ちよく7年間働いてました。じゃあ、すごい仲良さそうなのがにじみ出るので楽しみです。今日はよろしくお願いします。はい、税理士っていう仕事なんですけど、多分皆さん名前は聞いたことはないですし、なんか難しそうな内容やってるんだろうなっていうようなイメージはきっと持ってると思うんですけど、実際に税理士っていう仕事はどんなお仕事なんですか？税理士の仕事自体は多分、まあ、中学生の方見てるんですよね。はい、そうです、そうです。だからまあ中学生で今なんていうのか分かんないですけど、私たちの時代、まあ、1学期ごとに通知表とかもらうじゃないですか。はい、もらいます。で、会社の通知表みたいなのを作るみたいな、そんなイメージですかね。なるほど。1年間でこの会社がどのくらい儲かったのかっていうのをちゃんと計算して、はい、成績としてまとめて納税のお手伝いをするというのが、まあ、ざっくりしたお仕事ですね。なるほど、先輩ですね、さすが。こういうとこにミスがないと。税理士さんとして働く一日のルーティーン、大体の流れ教えてもらっていいですか？朝は9時から開始になるんですけれども、はい、出社してからはまずはメールの確認が多いです、ね。はい、僕らもボンボン送りますからね。いただいた内容助けてください。そうなんです、そういったご相談をいただいたりするので、はい、そちらに返信したりだとか、はい、お客さんのその税金の計算をするのがメインになるので、はい、その計算書類を作成したりだとかを、うん、まあ、午前中に終えて、お昼は1時からいただいてるので、はい、ランチはまあそうやってリフレッシュをして、はい、まあ、午後戻ってきたら、まあ、午前中ちょっと難しいご相談いただいたりとか、うん、そういったもののまあ調べ物とか、はい、会社の中に専門書がいっぱいあるので、そういった調べたりとか、そうですね、ちょっと上司にちょっと相談してみたりとか、そういった形で。ちゃんと優しく教えてるんで大丈夫ですよ。始めてないんで。それはちょっと斉藤さんに聞かないと分かんないですね。私は優しく教えてるつもりです。いや、あの、そのやっぱ資料さんってすごい莫大な量のお勉強をしないといけないじゃないですか。あの内容って知識として全部頭の中に入れておかなきゃいけないものなんですか？いや、全然そんなことないですね。というより、まあ、税理士の資格取るときに私もいろいろ勉強したんですけど、はい、もうほぼ忘れてますね。そうほぼ忘れてます。だってあれですよ、大丈夫です、言っていいんですか？あ、まあ、あれですよね、あの引き出しのどこかに入っていて、引き出しのどこかに、心のどこかには入ってるんですけど、もう、例えば税理士の勉強って、あの税法の条文をそのまま覚えるんですよ。まあ、ほぼ一語一句間違えないで覚えるくらいの感じで覚えるんですけれども、はいはい、そんなの何の役に立つんだみたいな話なんで、もうだって見たら出てくるわけですね。そうです。だから、あの、そういった何かあった時に、あ、これってなんかこういうのあったかなっていうふうに気づけるようにしておくと、うん、いうくらいのことですね。今調べればもうネットで何でも出てきますので、うんうん、ただ、あの、何の知識もないとここ注意すべきだっていうところも全然気づけなくなっちゃうので、そうですよね。そういうのに気づくために勉強をしたと自分に言い聞かせて、あの勉強は無駄じゃなかったと自分に言い聞かせてやってますね。そういうことか。はい、ありがとうございます。なぜその宇野澤先生とかは税理士っていうお仕事に就こうと思われたんですか？私はですね、まあ、元々大学生の時に税理士の勉強を始めたんですけれども、はいはい、
大学生の時思ってたのが、まあ、大企業に行くか中小企業に行くかっていうのをまず迷って、うん、私は中小企業のは面白そうだなって思ったんですよ。なぜですか？なぜかっていうと、まあ、まあ、今の時代は分かんないですけど、私たちの時はやっぱり大企業は結構人気だったんですけれども、はいはいはい、大企業ってもう大きくなってて、もう完成された組織じゃないですか、うんうん、上場企業とかって。でそれよりは中小企業がもう本当ベンチャーみたいな、社員10人くらいのところから、うん、頑張って成長してどんどん大きくなっていく、うん、その過程を見ていく方が楽しいかなと思ったので、うん、まあ、中小企業に就こうかなと思ってました、はいはいはい、でそこからもっと考えて、ただ中小企業に自分が就職しちゃうと一社のその成長のストーリーしか見えなくなっちゃうので、しかも成長するかどうか知らないじゃないですか私は中小企業入ったら頑張って働きますよ、はいはいはい、働きますけど、周りの人がなんかそこら辺で寝そべってたりしたら全然なんか一人の頑張りで大きくならないじゃないですか。そうですね。となると、まあ、ちょっと、税理士っていう仕事は外から、そういった複数社、まあ、場合によっては何十社とか見させていただいて、うん、その中から大きくなるような頑張って成長していくようなところっていうのを手助けしたいなというのが一つと、あともう一つは私大学生の時結構落ちこぼれだったの でそうすると周りの人たちすごい優秀に見えて、うん、この人たちみんな大企業行くから自分が大企業行くともう全然勝負にならないだろうなというのと、あと税理士ってあと税理士って60歳以上が多分 50% とか全体の税理士の人数の中で、今ですか？多分今でもちょっと前の調査でそれで多分今でも同じような感じだと思いますね。でそんなに50歳以上にすると全体 70% が50歳以上とか、もう超高齢化社会なんですよ税理士は。なるほど。で逆に20代の税理士っていうのは全体の 1% 以下 0.何% とかなので、じゃあそこに入れればそんなに、まあ、要するに前の優秀な人たちが抜けた後でも後とかでもいけますし、あとさすがに20代で自分が頑張って最新の全部とか勉強すれば、はい、70歳のおじいちゃんに頑張って勝てるかなみたいな。そうですね、確かに経験はたくさんありますけど。そうですね、最新のやっぱり全部 の知識のピックアップが毎年税制改正あるので、うん、そういうところにおじいちゃんたちを追いつけるかっていうと、まあ、もちろん年上の人はちゃんと敬わないといけないんですけれどもいけないですけど、はい、まあでも、うん、自分がちょっと頑張って勉強した方がスピードは速いだろうなと。だそういうところで20代の税理士人数少ない中で絶対数は少ない中で自分が頑張ってやれば、まあ、どうにか勝てるんじゃないかなっていうところで選んだっていうのはありますね。なるほど、はい、それ大学生の時からそう思ってたんですか？大学生の時に、まあ、おおむねそういうようなことを考えてましたね。なんか学部とかって、はい、なんか何学部がいいとかあります？その税理士取るとしたら。私は商学部行ってたんですけれども、はい、佐々木さんは経済学部ですね。まあでも商学部とか経済とか経営とか、うん、はい、そっちの経済系の学部が多いですか？工学部とかじゃなくてですか？法学部はやっぱり弁護士になる方が多いので、まあ、法学部いるのかな、うち。ないですね。あとはもう理系から結構、そう理系の方やっぱり、数字に強いから数字扱うので、うん、まあでも代表、あ、そうです、うちの代表も理系から。あ、そうなんですか。はい、文学部がいたよね。文学部は、あ、ありますね、うん、文学部珍しいですね。なんかちょっと遠そうな感じですけど、守備範囲広くていいじゃないですか。守備範囲広くて、はい、あ、そうなんですね。じゃあまあ商学部か経済が花形というか、まあ結構多いですかね、うんうんうん、なるほどなるほど。どうやったらその税理士っていうのになれるんですか？税理士は、一応国家資格なので、はい、まあ、科目がちょっと私正確に覚えてないんですけど、おそらく9科目くらいあって、その中から5科目を選択します、はい、選択をして、毎年、まあ、5科目全部一気に受かんなくていいんですよ、はいはいはい、1科目ずつ受かってもいいので、まあ、何年かかけて5科目全部受かったら、その後実務経験、まあ、うちみたいな会計事務所に勤めて、はいはいはい、2年間勤めて、その後やっと登録ができるというようなイメージですね。だ結構時間かかるんですよ。時間かかりますね。1年に1科目とか取れてれば優秀な方で、5年間で取れれば、まあ、優秀みたいな感じですね。で下手すると10年間ずっと、まあ学生で本業で勉強している人はもっと少ない期間で行けますけど、うんうんうん、社会人になりながら勉強するって大変じゃないですか。そうですね、実務の、ね、そうです、傍らで勉強、お仕事しながら勉強って大変なので、そういう方とかは下手すると10年くらいかけて取る方もいますし、10年かけてもう取れない人もいますね。そういう世界なんですね。だから
例えば公認会計士とか、はい、ああいったものは一次試験、二次試験、三次試験とかあるんですけれども、はい、一次試験と二次試験の間が3年間だっけな、うん、相手はもう一次試験 の合格資格になっちゃうとか、そういうのは時間制限があるので、まあ、必然的にみんなすっごい頑張って、はい、何年かで結構短期間で取っちゃうんですよ。でも税理士は1科目受かったらその1科目ってもう生きてる限りずっと有効なんですよ。永久保存版です。そうです、永久保存版です。だからみんなダー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 10年間やっちゃったりとか結構しますね。そうか、実務経験2年あると大学中にアルバイトとかの実務経験に入れる。2年のうちの多分例えばアルバイト1年やったからといってそういう実務経験1年とはみなしてくれなかったと思いますね。ちょっと減算されて、そうですね。ただ何かしらのそのみなす措置というかそういうのあったような気がします。ちょっとわかんないです。なるほど。でもじゃあ最短で言っても大体24歳の時に。そうですね、24歳になれる人っています。私24歳すごい。かっこよくないですか。私がなので入った年にちょうど登録っていうタイミングだったんで、はい、そうですね。すごい。かっこいい。あの時は頑張りました。いや、いつ勉強です。それはもう5科目に満たしたのはいつなんですか。税理士って受験資格があってですね、はい、まあ、いくつかルートがあるんですけれども、はい、経済、私たちみたいに経済系の学部っていうのは大学3年生の時から税理士受けられるようになるんですよ。なるほど。 なぜだか忘れたんですけど。で、大学3年生の時に2科目取って、はい、大学4年生に2科目取って、社会人1年目で、1科目取って5科目というような感じですね。それ普通の標準タイムじゃないですよね。まあ標準より結構早い方で。早いですよね。はい、行けましたね。あの時は本当にちょっと知恵度吐きながら勉強したんで。いや、すごい。そんな思いをしてやらなきゃいけないのかって。まあ、結構大変でしたけど、まあでも今実際になってお仕事してみて結構楽しいので、はい、うん、それはやってあの時頑張っててよかったなとは思いますね。じゃあちょっとどうやったらなれるのかっていうのはちょっと分かった。ちょっとハードルは高いなっていうのは。そうですね、まあでも知恵度吐きながら勉強すればなります。それはね、なかなか中学生たちに知恵が吐けとは言えない。そうですね、さすがに言えないですけど、それぐらいでもうちのにじむ努力を。そうですね、やっぱり結構大変な、まあ、もしくはもちろん長い期間、さっき言った10年みたいな感じでやればいいんでしょうけど、10年はちょっと私には長すぎるので。脳もどんどん、ね、弱くなっていくじゃないですか。そうですね、今ちょうど私が今30、今年32かな、だから社会人になって10年目とかなんですけど、はい、今同じ勉強しろって言われたらもう嫌ですよ。そんなのできないですよって感じですね。そうですよね、若い時にやっぱり若い時だからちょっとできたわけですね、うん、なんで今結構大学生も見れたりとかするんで。あ、なるほど。大学2年生とかで経済商学部の人とか、そういう方はもう税理士目指す場合はですね、早いうちから頑張って、はい、社会人になると本当に勉強の時間ない、取れないので、うん、頑張った方がいいと思いますね、うん、ありがとうございます。やってるんですよ。待ってもね、ちょっとやってバーンって胸あるね。何学部？経済です。